ウトキアグビクの空撮ウトキアグビクの海辺ウトキアグビク、ユトケイ、ビク、英語、トッキー VK は、アメリカ合衆国アラスカ州最北部にある都市。旧名称はバロー。北極海に面する北緯71度23分に、位置し、アメリカ合衆国最北端の都市である。また 15km ほど離れたところには、アメリカ合衆国の最北端、バロー岬がある。 人口は4373人。住民の大部分が先住民族のイヌイットであり、アラスカ州最大のイヌイット集落としても知られている。古くは北極海捕鯨の基地や毛皮の公益地として栄え、現在は夏の白夜や冬のオーロラ、先住民文化を体験できる観光地となっている。2016年12月1日、バロー氏は公式名称をイヌピアットの言語で、 野生の根を集める場所を意味するウトキアグビクに改めた。ウトキアグビクの町並みウトキアグビクの住民、ウトキアグビクは、北緯71度18分1秒整形156度44分9秒、北緯71.30028度整形156.73583度、15 71.30028-156.73583に位置している。 アメリカ合衆国統計局によると、市の総面積は5 6キロ平方メートルである。このうち 48km 平方メートルが陸地で8 k 平方メートルが水域である。総面積の14%が水域になっている。アラスカ最北部、ウトキアグビクを含む東西4 0 0トル、南北1 5 0トルの領域には、楕円形の湖が無数に分布する。 いずれも南の山脈から下ってきた過去の氷河が形成した地形である。湖の規模は、長軸の長さが1トルから1 0トル程度と変化に富むが、いずれも長軸の方向が北北西から南南東方向に揃っている。北極圏内に位置するウトキアグビクは1年を通して寒く最も暖かい7月8月でも平均気温が 摂氏3から4度ほどにしかならない。冬の寒さは極めて厳しく、氷点下30度近くまで下がる。平均気温が摂氏0度を上回るのは6から8月の3ヶ月だけで、あとは氷点下である。また寒いため空気中の水分はほとんどなく、1年を通して降水量が少ない。欠片の気候区分では ET に属する。また、 北極圏内に位置することから、毎年5月10日から8月2日の85日間は、太陽が沈まず、白夜となる。反対に冬は、11月18日から1月24日までの68日間にわたって、太陽の昇らない日が続く。ウトキアグビク市から北東には、サシが伸びており、15km 先の最北端、バロウミサキが、 西の地区近海と東のビューフォート海を分ける地点となっている。ウトキアグビクから南東方向へは5 0 0トルにわたる砂浜海岸が伸び、海流の影響によりそのうち2 0 0トルでは連続したサスが形成されている。東のビューフォート海に面する海岸は地形が複雑であり、海流が及ばないため、サスはもちろん砂浜海岸も目立たない。 ウトキアグビクの島一から北東約 15km に位置するバロー岬は北緯71度23分整形156度30分北緯71.383度整形156.500度71.383-156.500に位置するアメリカ合衆国最北端の岬である北極海に突き出るこの岬の周囲の海水は1年の うち夏の2から3ヶ月を除き、ほとんど氷に閉ざされている。バロー岬には、北極探検の基地がよく置かれた。また、行方不明になってしまった探検家たちを探す、捜索隊も、バロー岬に捜索基地を置くことが多かった。1965年から1972年にかけては、バロー岬で、ナイキケイジャン、ナイキアパッチという科学観測用ロケットが、 打ち上げられた。また、バロー岬には、世界環境監視局が観測拠点を置いている。以下は2004年の人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人高校生世帯と、家族収入と、家計土生の住居後級氏名のバローは、バロー岬から名付けられた。バロー岬の名は、1825年に岬を発見した。 イギリスの探検家、フレデリック・ウィリアム・ビーチーを資金面で支えた同国の政治家、ジョン・バローにちなむ。バローと名付けられる前、この地は先住民の言葉でウクピアグビックと呼ばれていた。西暦500年頃には、この地にはすでに人が住みついており、北極クジラやアザラシ、野生トナカイなどを狩りながら生活していたと見られ、近隣には800年頃の住居跡も残っている。 1825年にフレデリック・ウィリアム・ビーチーがバロー岬を発見。その頃はイギリス海軍が北アメリカの北極海沿岸を測量していたが、1864年にアラスカがアメリカ領となることが確定。1881年にはアメリカ合衆国陸軍がバローに気象観測及び時局調査の拠点を設けた。1888年には、 長老派が教会を建八1893年には捕鯨基地や毛皮取引所が置かれ、1901年には郵便局が設置された。1935年8月15日、当時アメリカ合衆国を代表するコメディアンであったウィル・ロジャースが登場。世界一周飛行などの業績で知られたパイロットのウィリー・ポストが操縦していた飛行機が川に墜落する事故が起き、 両名の命が奪われた。その墜落現場は現在記念碑が立ち、アメリカ合衆国国家歴史登録罪の指定を受け、またバローの空港の名前も、現在、ウィリー・ポストのオル・ウィル・ロジャース記念空港と名付けられている。1972年、バローを中心とするノーススロープ軍が創設された。財政に余裕ができた分を生かして、軍はバローに道路を建設し、衛星。 水道、電力などの公共サービスや保険教育サービスを充実させるなど、インフラストラクチャー整備に力を入れた。1986年には、軍は地域発の高等教育機関となる、ノーススロープ高等教育センターを開校した。2003年には、同センターは2年生大学として認可を受け、名称もイリサグビック大学と改められた。同大学は、 エスキモーの伝統文化に基づいた教育を行っている。ウトキアグビクの市街地は南を空港、北西を海、東をツンドラに挟まれた狭い地域にあり、イザットコークラグーンを挟んで市街地が南北に二分されている。ラグーンは全長5キロメートルほどの短い川の河口をせき止めてできたもので、その北側は新興住宅地のブロワービル地区、南側が バロー地区である。両地区とも東西2キロメートル南北1キロメートルほどの範囲で5番の名城の道路を持つ。店やホテルのほとんどは南側に位置し、市街地南端は空港のターミナル、さらに南には東西に伸びる滑走路がある。滑走路の南側には原野が広がり、小さな廃棄物処理場がある。上下水道や電気は整備されており、市民は ウトキアグビクの南12マイル地点で産出される天然ガスによって暖かい生活を送っている。ただし、生活物資のすべてを空輸に頼っているため、ウトキアグビクの物価は極めて高い。また、供給量が天候に左右され、安く不安定である。一方で、イヌイットの伝統的な自給自足の生活も根強く残っている。ウトキアグビクに住むエスキモーの人々は、 日常的に犬ピアット号を持ち、アザラシの川で作られたウミアックという資料船を操っている。そのため、街中を歩くと、クジラやトナカイの骨が並んでいたり、北極グマの毛皮が干されている。ウトキアグビクは、市街へ通ずる道路も鉄道もない、いわゆる陸の孤島である。ウトキアグビクと他地域を結ぶ唯一の交通手段は、 ウィリーポストのオールウィル・ロジャース記念空港に発着する航空機である。アラスカ州内をカバーするアラスカ航空が就航しており、フェアバンクスやプルドウェイを経由して、州の中心都市アンカレッジとを結ぶ便は1日2便ある。日本においては知名度の低い都市であるが、日本テレビでかつて放送されていたアメリカ横断ウルトラクイズの第12回大会において、 第3チェックポイントの会場となったことで知られるようになった。ユナイテッドステーツポスタルサービス、アスプス、ルックアップ、AZIP コード。2016年11月3日閲覧。グッバイ、バーロー、アラスカ、ハロー、ケオビッチ、スマートニューススミソニア2017年5月18日閲覧。地球の歩き方 B15 アラスカダイヤモンド社間。2008年12月26日。 発行。ありがとうございます。